はい、どうもマークです。今回も BO4 やっていきたいと思います。なんかね、なんか夜のマップが出たんかな？フライングレンジで今やろうとするとこなんですけども、夜になってますね。なんか夜のあれが増えたんだね、多分。らしいです。まあ夜になったとこでっていうのもあるけど。結構最近のそのあれになってから夜になったりとか気候が変わったりだとか、ちょっと待ってちょっとね、気候が変わったり、なんかビオのマップのあれが雪バージョンとかさ、ああいうのが増えたりとか。よし、かなりか、ああいつは終わりだ。今いたよね。あ、でも夜だと全然違うな、やっぱり。めっちゃ上にいる、めっちゃ上にいた。くそ、全部逃したわ。一発目は俺、多くの人に当たればよかったんだけど、クラスターグレネードを投げる。あ、上にいんのか。ちょっと待って、出過ぎたね、ちょっと。いるかな？なんかあっちもいいんだよね。現在地にケアパッケージを送れ。一旦引きましょう。ちょっと待って。ちょっと待った。絶対これ左にいるもん。あっちにも入れ道いるし。待って、前方に敵だ。あー、回復するんじゃなかった。やった。危ねえ。危ねえ。またこれ開幕のじゃなかったな。敵来た。うん、夜だとね、なんか、うん、夜の方が多分敵見やすいんじゃないかな、これ。ちょっと待ってね、外しすぎた。まあ、さっきよりはまだマシじゃないですかね、エイム。ダブルキル。ラッキー、今の敵かなり詰まってたから。出なきゃよかった。何やられまくったね。ロケランどうやって使おうかな。まあ、いつも上に打ってたけど、狭いマップなんでね。マップなんで、中央入って行けばいいかな。一キルしかできなかった。まあ比率今1なんで。ちょっと待って、スコア見てた。ほぼないっす。エネミーダウン。今いたよね。でも見づらい。どっちだろうな、これ。見やすいのか見やすいのかよくわかんないね。
死なないのかい。おー、ナイス。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。はい、じゃあさよなら。脅威を処理した。